った今日も明日を待つだけ目に見えない夢見てるだけなんでずっと不安さ暗い抜け出せるように行かれ
すがに荒れすぎなんでちょっと気を取り直して頑張ります。お願いします。そうですね、これで僕246で多分ライブするの最後になるんですけど、おさぶさんの中でありがとうございます。そしてまたいつか来る感じですか。まあスタジオには来るんであれなんですけど、まあ246ライブは年で 1,2 回やらせてもらって、割と思い出があるんですよ。僕は多分1年生の2月ライブの時に良平さんに星野源のコピーを誘ってもらえなかったら、多分シャナクロはやめてたなと思うぐらい思い出があります。本当に本当にありがとうございます。であとあれですね、2年生の時の11月ライブですか、11月じゃないな、選考予選の時に、まあ、後ろの加藤さんとファーリックのコピーをして一度取ったんですよ、選考で。それ終わった後に内藤さんがね、珍しくすごく褒めてくれたんですけど、でもその後にまあ俺がやった方が良かったけどねっていう。本当にね、いやかっこいい先輩ですよ。いや本当に憧れの先輩です。 OBOG ライブでフジファブリックやってたの見てすごく感動したんですけど、本当にいや大好きなメンバーで最後にここでできるのは非常に幸せです。本当に。で、そうですね。まあ、一応現役として出るのは最後だけど、また気が向いたら歌います。
来るから歌いたい声よ。テンション上げてやっていこうと思うんで、最後までよろしくお願いします。Thank you.
ましょう。